サッカー FIFA フフ女子ワールドカップ W 杯の日本代表なでしこジャパン戦の NHK 中継で解説を務めた元日本女子代表の川澄直美選手37のヘアスタイルが SNS で注目を集めている写真ピンク髪になった川澄さん川澄さんピンクヘアに合うな川澄選手は2008年から2018年までの10年間日本女子代表の FW MF として活躍。現在はアルビレックス新潟レディースでプレーしている。W 杯オーストラリアニュージーランド大会に臨んでいるなでしこジャパン。26日の一次リーグ、対コスタリカ戦の中継では、川澄選手が解説を務めた。はつらつとした解説ぶりも話題になったが、SNS では川澄選手の雰囲気が変わったと驚く声が多い。 日本代表時代は黒や茶色のロングヘアをポニーテールにしてプレーする姿が印象的だった川澄選手だが、現在は明るいピンク色に染めたマニッシュなショートカットになっている。インスタグラムの投稿によると、23年7月上旬に髪色を変え、現在のようなカラーにしたという。代表時代のイメージが強かったのか、SNS では川澄選手の金鋭に驚く声が上がっている。 元なでしこジャパンの川澄が全然いくなってる。しかし美形だな、川澄さんの解説が聞きやすいと思っていたけど、お姿映ったらちょっとピンクの入った髪色。お似合い、川澄おみさんの髪色がめっちゃかわいい。よくお似合い、川澄さんの髪色すごいな。誰かわかんなかった。